上天然は中国大陸と台湾に分布する新宗教、一貫堂で新生子される人物、アザイロドリシン。三島省最年始出身。妻の孫エミョもまた中華聖母と呼ばれ、夫と共に祀られている。一貫堂で十七祖とされる道中一を師とし、1930年に彼が十八祖として同等を受け継いだ。この宗教における、 歴史観における白幼時代に入ってから二番目の祖師として白幼児祖とも呼ぶ。超天然の代で一貫堂は大いに強制を伸ばすことになる。彼の後に続く祖師は不在であるが新たに十九祖を名乗る指導者は少なくない。競技や歴史を記述し彼が編纂したとされる暫定不付により一貫堂におけるほとんどの儀礼が確立された。 その他にも多数の著書を残している。強制を伸ばし教団としての形を整えたことから彼をして一感動の創始者とする場合もある。既存宗教や政治勢力から激しい批判を受け、1936年には国民政府から逮捕されている。国民政府は超天然が日本人と手を結んでいると考えたが、一方の日本人は彼が 中国国民党のスパイだとしていた。留置場を出てから3年間は、妻が不況を担い、彼自身は不況のために出歩くことをしなかった。その後、一貫堂は、非戦領地の日本人にも不況し、南京の王朝明政権の要人、修復会を入信させたりした。1947年生徒で病気にかかって亡くなる。一貫堂の競技では最高振動ムから起点。 造天、地獄の三回の霊への救済を担わされた存在と位置づけられ天然古物、弓長祖と呼ばれ熱い損失を受ける。ありがとうございます。